こんにちは、ブルーホースです。というわけでね、やっていきましょうか。バンジョとカズーイの大冒険開始。僕はジグソーピースのミスター・ジグソー。僕をピースが抜け落ちたジグソーパネルのところへ連れて行ってください。沖縄に連れて行きたいっすね、家族をね。また楽しみたいっすわ、本当にね。ということで、やっていきましょうか。ついついね、いつものねテンションってバイオハザードでも同じバーなんてさ、バジョーがズーイってジグソーパネルからジグソーが抜け落ちています。ピースをはめ込むとそこに描かれたステージに入ることができます。いや、そうなら一つここにあるわよ、メガネット。うるしい、ジグソーパネルにピースをはめ込むときは A ボタンです。まだはめ込みたくなくてうろうろするなら B ボタン。おい、魔法を覚えたぞ。あとでお前にかけてやる。これで完成です。もっともっと入り口が開きます。簡単すぎたようじゃの。でもまだまだ先は長いぞ。ということでさあ、第一ステージやっていきましょうか。一応ね、ステージとしては、まあ、ネタバレって言ったらあれなんだけど、まあ、9個ありますねっていうところで、まあ、1パート1つが理想なんだけど、まあ、そうはうまくいかないっていうところがあるんでね、まあ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 、だって収録時間は20から30くらいは目安で、進んでいけたらいいかな、なんていうふうに思っている次第でございます。まあ、見つけると楽だから、ここルートから行くか、まあ、なんかこれ最短ルート行きましょうみたいなとか、いろいろあると思うんだけど、まあ、でも、こっち行ったのかな。行こうと思ったけど、こっちに行きます。誰だ、うげぇ。これ、あのバンジョーとカズイの大冒険2のテンションでローリングアタックかますと、意外とその移動距離が短くてやられて、なんでろ、僕ら本部は1つのステージに100個いる。本部ドアというドアがあって、会話を除去。キャラクターのガチャとアイテム初登場シーンを解除しちゃうってね。このステージが遊んでいただければ、スタート地点のワンパッドの上に立ってください。そうすると、本部は全部なくなるよ。ドンバイ。エカッチュー、ワンダエカッチュー、ワンダエカッチュー、ワッシュー、ワッシュー。急な坂でも滑らないカズーイダッシュというアクションを教えましょう。弱ペッチでやればいいんですか。左ボタンを押したまま、左ボタンを押すとカズーイの出番。Z ボタンを押し続けたまま、スティックで走り回る。さあ、練習練習。そうなんだよね、このゲームのさ、Y ボタンでいけるんだ。ただボタン間違えたと思ったけど、チレッと Y ボタンでいけた。いかんぼうかいかんぼうかカメラ操作慣れねー。あ、痛い痛い。いかんぼうかん。今マジックドクロアボが呪文で使う。メイクガバガバすぎて何の魔法、魔法ってどういうこと。ってるちょっと待って待って、やばいやばいやばい、やっぱあれだな、慣れないな。64のコントローラーを買うべきか。これ今後そのいろんなゲームをこうやっていこうと思った時に難しくなるかもしれないね。どこで入ってらっしゃい。あと1個なのにバカタレバカタレ。これね、あの慣れるまでちょっと待って、慣れるまでごめんね。あのものすごくイライラするプレイを皆さんにお見せするかもしれないんですけれども、あそこはご愛嬌ということで、雨あられ許してそのあげるので、どうかどうか私のことシコシコしないでください。それで激シコします。激シコはどっからま、こっちで、やるちゃう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 ち
こいつに助けてもらうからね、神社もね。だから、最終的には頑張らんといかんぞ。ガーチャーって言って。1パート1ステージは難しいかもしれないけど、まあ、2、30分とかやるところまでやって、やってる。ただね、1個めんどくさいのがさ、2? アンケーズ2の場合は、すごいね、楽なんですよ。何が楽かっていうと、何が楽かっていうと、一度集めた音符はね、大丈夫なんだけど、話が途中で切れた。何かと、音符をね、集め直す必要はないんだけど、集め直さないといけないっていうのが面倒くさいんだな。私は美味しいオレンジよ。オレンジが大事。バナナ食え。バナナを食え、お前は。チャ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 いいね。ちょんちょん、トマコの使い方を教えましょう。言ってあげるわ、みんなね。ヘッドボタンを押したままで、上ボタンを押すと、力、トマコに入る。ミサイルのように発射できます。かっこいいじゃないの。他にも何かある。6割。もちろん、今度は Z ボタンを押したままで、C 下を押すボタンです。不審から卵が出ます。ひゃー、痛そう。作んじゃなかったわ。卵は100個まで持ち運ぶことができます。しゃがんで回転しながら卵を発射すると、エッグ、サイティングでしょ。面白い。腹がよじれる最高ボトルズ、イエーイ。あー、じゃあここまだ。喋れるゴリラってすごいね。タイピングできるゴリラは俺知ってるけどね。そっか、 X ボタンを押したらカズイが子供を産むんだな。いやー、何してんねん。ただのコング、大コンガ、ナイスショットだ。ただの興奮野郎じゃん。やる？おう、なんかね、普通にあれなんだよね。卵ミサイルはおかしいんだよ。鳥はやらないんだよ。でもおけつ卵に関してはただの出産だから普通なんだよ。よいしょー。ほい。これってさ、あ、無理か。あ、このまま泳げないんだな。バンカズ2だとそれができるからすごい便利なんだけど、そうはいかないんだな。なんで。よし、じゃあこのまま、こっち側何もなかったね。じゃあ登っていって、あで、なんかもう地上に出るって幸せです僕みたいな感激の声を上げる。あ、いったん登った。あ、お前回復しようと思ったのに、回復しようと思ったのに、あれだな、逆に体力削られてたのか。こんなに立ってていいの。え、あ、こいつが何かっていうと、スーパーマリオっていうところの
クリボーみたいな。名前を教えろよって、まあ、踏みつぶしておしまいみたいな、はい、まああとギャウギャウギャウ、あとアリシャンになっておしまいですね。ピュッ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 、さあこれでもう半分ですね。サクサクかな。今で収録が10分くらいかな。そうそう、いつも撮ってるのに録画ソフトと違うからね、なんかすごい勝手が慣れなくて、今自分が喋ってる音声っていうのがあのね、イヤホンから聞こえてくるの。だからさ、自分が喋りながらさ、イヤホンの音も聞いてるのにすげえめんどくさいことが起こってるんだよね。自分が喋ってる声がなんか自分の口から聞こえる音と耳から聞こえる音って、もうなんか気狂いそうだよ。はい、ウチワシバスターというアクションを教えます。タップの充電ペットボタンです。ついが地面に向かってスッパッをします。なんだか怖そうね、大丈夫かしら。すぐになれます、チキンちゃん。きっとお気に入りのアクションになります。よし、バンジョン、このステージで覚える新しいアクションはこれでおしまいです。チャチャラ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 チャ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 、なかなかね、敵がこうやられた時の音が結構ね、生々しいというか、黒いというか、エグいというか、そんな感じで、ヤバト卵をね、食わせないとね、オープンポールなので、ね、腕、食う、手前、食うってね、なんかどっかのお月様みたいになった感じで、喋りかけてるから敵だった。そういえばそんなこともあったよね。まあ後で踏み尽くしてやったらよくして、おーのーちゃんのーちゃん、あー、全部だ、あー、全部だ、お、やはなはなは、あれだね。わしなる名前は、マンボウのトーテンポール。あ、違う、間違えた、間違えた。お前のものが大好物なっちゃった。これ、じゃ逆にさ、で、して、リップが落ちたら発射したら、それはしないんだ。違う。わー、これ慣れねえな。しかも食ってねえし、食えよ。あ、そう、この中だったってやつなんで、アリの巣に入るとすげえ絡まれんだよ。てめえじゃねえよバカ。はい、野郎だ。ほら、一家の通り、クマは人気しなぜ。そうなんだね。でもさ、クマが小さいのかさ、アリがでかすぎるのかさ、バランスが悪すぎるよ。うん、まあ、そう考えるとバンジョーかわいいよ。バンジョーを抱えてるカズイもすげえんだよ、冷静になればよ。あおめめにチーズ。よいしょ。ちょ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 、今、アンコキャポ、バンド、アジダイシ、今、助ける、アンジョウド、アレアレ、ハニハニですって。アポウロ、マジックドクロ、グランチュータに隠された、マジックドクロあれば、お前、助ける。ああ、アンジョウ、アッタ、マジックドクロ、バッテル、ドクロ、バクロ、ウェリタテ、ケバタテ、バンボバーゼ。マンボウマジック、マンボウチャッチャチャラチャチャチャラチャ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 
しょよいしょ、まあ、あのいくらでもね、かずいに出産をしていただくためにはこれが必要だからね。みんな、いや、いくらその一個に後で泣くことになるのです。はい、です。まあ、いや、ほんとにまじないし、あ、魔法が使えるんだよね。アバナジマウ、お取り戻すのサービスでも OK。 一度あり、高道が得意。アンボ、アンボは初めて。初めてなのかよ。そうすると、まあ、だが、まあ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 、そうだね。魔法使いじゃなくて、マジ、あくまでマジないしだからね。マジないしってことは別に魔法を使いますよ、私ってことじゃないから、まあ許すしかないよね。ああ、なんかイカスパンツだとかな、カバンとかいろいろ絡まれるんだよな、これでね。絡まれた、絡まれた。えい、そのパンツ、いいな、どこでゲットしたんだい？パンツ履きてえのかよ。スタンを出しまくりたまえよ。あ、近い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 。このかっこいいリュックを俺にくれないか？もうなんか普通に間違えた、間違えた、間違えた。この選手の音を全部100個集めましたね。頑張りましたね。もう普通にミスったわ。あれ、あれ、あれ、あ、近い、痛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 い。これで死んだら確かあれじゃなくて体がバラバラになるんじゃなかったっけ。まあまあグロかった気がするけど、まあいいけどさ。ちょちょ、やっぱりポーズ、うん、順番をね、ミスったんだよな、完全にな。そこはニャハって言わねえのかよ。オッケー。各ステージにハニカムが2個あります。で、ブレンバスターをかましたいので一旦戻るんだけど、どっち先行こうかな。いやいや、このまま行っちゃおう。このままイヨアリはね、自分の体重が軽いから、どんだけ高いところから降りても体重、あ、じゃじゃじゃダメージを食らうことっていうのはないです。え、すごいよ、逃げて死んじゃう。ブラッチルドの魔法のせいで、オッポはステージの外には持ち出せません。でも、君が集めた100個はベスト記録として単独セーブされます。各ステージで100個とオッポを集めることを目標にしてください。オンプドアを開けるために必要になりますから。そうなんだよ、オンプドアの説明もないもんさ、いきなりさ、こいつ集めろよっていうさ、なんかまあまあ、ああそうだ、間違えた。もう俺もいろいろ間違えてんじゃん、覚えてねえじゃん、もうバカじゃん。分かってる人からさ、あれあいつ出してねえけど、なんでそっと行けようとしてんの、バカじゃねえって思って、もう本当にバカでした。さあそうなんです、でこうやって戻るとね、こうやっていろいろとね、音符とか尋常とかっていうのがね、 ありとあらゆるものがリセットされてる。だから例えば敵もリセットされるんですよ。だから倒しちゃって、それ以上のダメージを食らってて、もっとなんだろう、蜂蜜食べて体力回復したいな、蜂蜜が食べたいなーみたいな状態してたら、そうか、だったらこっちに向かって、あ、はい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 、うらーむりゃウブダウブダカンブリア宮殿。戻した時は何か言わへんのかい。まあいいけど別に。よし、じゃあ行きますか。カメラが行方不明になった。よし、もう一回コンガに行って絡むだけ絡んで、このステージとおさらばしよう。しまったな、もう20分もかけると思ってなかったな。いや、まあ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 、まあ、じゃなかろうか。まあ第一ステージくらいはね、このくらいのスピード感でサクサクやっていかないとね。またお前にやらなきゃいけないの。え、めんどくせえ。あれ、スイカオレンジが欲しいよ。仕方ないな、お兄さんとお姉さんが取ってきてあげるよ。こっちの声なんかあれだよね、ドッキーコングの中でも。タイニーだか、タイニーだか、あのディディだかの声だよね。そう、ちまってる、バナナ濃い。ちっ、濃い。で、俺そんなバナナを食べない猿に対してぶち切れてる。手前でなさすぎる。よし、で、いいよ。あ、なるほどな。 2の感覚でやるとこれ結構事故る可能性高い。何かっていうと、あれっすわ、カズーイダッシュをしているときに A ボタンを、A ジャンプしてもう一回 A を押したら2
空だったら確か、あーはーいーって言って、またジャンプしてくるけど、これはしないんだな、ワンでは。ダウンで。だから、それ勢いで、あー高いところから飛び降りても大丈夫だわーと思って、グイってくれて、チャッチャカチャ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 チそれだからあれなのに、あの芋虫とかこういうのじゃなくていいのか、はい、や芋虫ってなんで芋虫って言うんだろう、芋っぽいから。芋っぽくはないよな、あれどう見てもポテイトじゃないもんね。しーふいー、あ、違う、完全に一物食べに行ったよね。バカラン、バランブリャー、オッケー、さよなら、さよなら、また来て、四角近くは豆腐、豆腐は白い、白いは剥ける、剥けるはチリン、白いはウサギ、ウサギは跳ねる、跳ねるは青い、青いはカエル、カエルは、あれ、わからない、あ、ウサギは跳ねる、跳ねる、跳ねるはカエル、カエルは青い、青いはバナナ、バナナは剥ける、剥けるはチンポって言ってるんだ。おかしいよね、なんでバナナ青いんだ、南国みたいな。よしで、これを無事取ることができれば終了でございます。バンバマウンテン完全コンプリート、おめでとう。ふーちゅうわけで、一旦ね、第1パート、あっこの呪文弱くなる、こっちに戻らないと決め入れてしまう、あっあっ入れた、パート鳥の姿に戻ってしまう。あの第1パートじゃない、パート2ですね。はい、以上とさせてもらえたらと思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。はい、では次回パートね、次のステージに進んでまいりたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。バンジョーも土下座をしてお花プルプルさせながらお願いしております。ではチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。また次回パートでお会いしましょう。チャオ。